皆さん、こんにちは。浦和レッズ OB の水内武史です。すいません。先ほどちょっと音が入っていなかったようなので、再度やらさせていただきます。今日はですね、5月5日、子供の日でありますけども、まあ、ゴールデンウィーク、普段であれば、外に遊びに行ったり、ね、サッカー見に行ったりっていう日常だったと思うんですが、まあ、今回ですね、コロナウイルスの影響で外出がなかなかできないということで、今回ですね、浦和レッズは、こういった企画、現役選手と、OB が一緒になって、話で盛り上がろうじゃないかという企画を組みました。ということで、ね、先ほど午前中やったんですけども、第1部、盛り上がりました。なのでね、1部でやった選手たちは2部の選手たちより盛り上げたいなって言ってましたのでね、第2部の選手たち、OB も盛り上げてくれるんじゃないでしょうか。まあ、そんな第1部の映像がですね、YouTube で見ることができますので、そちらの方をご覧ください。では、第2部の方、スタートしていきたいと思います。さあ、では、それでは早速始めていきましょうか。一人ずつ選手を紹介したいと思います。まずは、浦和レッズ背番号3番、宇賀神智也選手。来てますか？お、元気？はい、背番号3番、まさに、あなたは？宇賀神智也。ありがとうございます。はい、どうも。どうも、お疲れ様です。お疲れ様です。すいませんね。元気ですか？元気ですよ。うん。最近はどうしてですか？最近、なかなか外に出れないんで、困ってますけども。そうね。まあ、それは一緒ですからね。はい。では、次の選手を呼びたいと思います。次の選手はこの方。荻原拓也選手。おかしいでしょ、そのポーズ。あ、ちゃんと短パンもね、履いて。もうずっとそのままでもいいですよ、なんなら。写させてくださいよ、ちょっと。ああ、OK、OK。はい、こんにちは。元気ですか？元気です、うん。ちゃんとね、選手たちはユニフォームと短パンもね、履いて、今日は。はい、参加してもらえるということで、ね、よろしくお願いします。ます。さあ、そして今度は OB の方です。森田光平ハートフルコーチー。お、来た。お、いきなりスポンサーをパートナーさんアピール。森田さん、よろしくお願いします。お願いします。元気ですか？元気です。ね、大きいけど画面の中では小さく見えますね。ちょっと引きで撮ってます。よろしくお願いします。お願いします。そして最後、平川忠明コーチー。あれ、開いた。来るかな。あ、来ましたね。よろしくお願いします。聞こえる？平。はい、よろしくお願いします。もうなんかワンレンじゃない、髪型。ワンレン。もう止まらないですね、これ。切り時が分かんないですから、もう。現役の時もでもちょっと長い時あったもんね。長い時ありましたね。なんか何年かにやっぱちょっと伸ばしたいなってなっていくんですよね。ワンレンだよ、本当に。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。これどうですか、皆さん、先週、まあね、平はコーチでいるからだけど、ね、荻原あたりは、森田なんかは知らないでしょ。そうです。あ、面識は初めてですね、今回が初めてですね。うん。よろしくお願いします。宇賀は、森田は知ってる？僕、まあ、挨拶は、させてもらったことあるんですけど。うん、うん。そんなに変わることはないですね。そうですね、うん、あんまりこう喋ったことはないですけど、もちろん、うん、大家さんがレッズにいた時も知ってますし、はい、プロでやってた時の大家さんは知ってます。僕は iPad でやってるんですけど、ごめんなさい。はい、今、ね、電話が入って連動しちゃって。しかも電話の相手が岡野正幸っていうね。いいタイミング悪いな、あいつは。まあ逆に分かってるのかな。はい、ということでよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。今、OB の、森田さんの紹介もしたいと思うんですけども、まずは森田光平ハートフルクラブのコーチでございます。愛知県の名古屋市出身なんですね。森田光平選手はフォワードでもディフェンダーでも活躍した選手です。大学卒業の後の1999年に浦和レッズに加入。2001年までプレーをしました。
その後、大宮アルディジャーやサンフレッチェ広島などのノークラブで活躍、ザスパ草津群馬在籍時の2017年に19年にもわたるプロ生活を終始を送っております。現在は浦和レッズハートフルクラブのコーチとして活躍中です。あとは、J リーガーを代表する、もうラーメン好きとしても有名ですけどね。森田さん、やっぱりラーメン大好きですからね。大好きです。今はね、ハートフルもちょっと活動休止という感じですけども、はい、ね、子供たちに会いたいんじゃないですか。はい、本当そうです。会いたい。あとね、指導してないんで、大きい声出すことがないんで、やっぱストレス溜まってますね。でかい声出したい。なるほど。はい、確かにそうだよね。でかい声を常に出してるもんね。あれ、ちょっと待ってよ。はい。さあ、そして平川さんの紹介もしたいんですけど、さっき僕がもらった LINE で、ちょっと待ってよ。平川。いやいや、水さん、LINE 見なくても分かるでしょ。いや、一応さ、紹介できるでしょ。そうね、じゃあちょっとね、これ今、俺のね、パソコンでは切れちゃってるんで、読めるところまで読むね。静岡市出身のサイドの職人、現在はトップチームのコーチまでしか載ってないっていう。載ってない。あれ写真とかもないの、俺は。写真ありますよ。出てきます、ポン。2002年だよね、平はね、管理したのは。そうですね、2002年からですね。はい、そこから16年 ?17年間か。17年間ですね。ね、懐かしいね、このユニフォーム。懐かしい、プーマーとか。これだって28番新人でしょ。そうです、1年目ですね。ねえ。はい。かっこよかったですね。これかっこよかったよね、これのもね。これでね。まあでもやっぱり、このナイキのユニフォームになって、レッズの歴史を感じるなっていう感じがするけどね。平さん、2002年か。うん。俺がジュニアユース入ったのは2000年か。おー、じゃあ中3の時。そうですね。そうですね。中3の時です。俺のがちょっと先輩ってことですね。ああ、そうか。レッズファミリー的にはね。あれ、でも何年か抜けてない4年抜けました。ああ、だ、後輩だなんじゃ。ああ、そうです、そうです。そうね。まあ、平の紹介は結局これだけということですけど、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。もっとあったでしょ、絶対。いっぱいあった、いっぱいあった。サッカー IQ が高いって書いてあった。まあ、そんな、どんどん行きましょう、ね、はい、そうですね。ということで、まあ、今日はね、お二人、選手の二人にはユニフォームを着てもらってますし、ね、森田にはハートですね、シャツを着てもらっていますけども、ね、やっぱり森田は今、ハートフルクラブということで、まあ、そのスポンサーさんにね、まあ、三菱重工なんか、俺らも一緒にサッカー教室行ったりしてますけども、はい、ね、もういつもフルパワーだよね。ね、あ、すごいじゃないですか。なんか森田のラーメン画像。あら、ね、あ、これ新人。あ、新人の時、うわ、もったいない。あ、若い。若いね。これ噂で聞いたんですけど、うん、なんか寮の食堂でラーメンを作ってたっていう。マジで？すげえ、そんな噂出てんの。それは本当なんですか？それは本当ってことにしといた方がいいですよね、でもね。仕込んでたっていうことで。そう、仕込みをやってたっていう噂に。ああ、そうなんだ。ありがたい、そんな。はい、いやいやいや、でも、昔からラーメン好きなんだ。はい、昔からラーメン好きなんだ。ラーメン好きですね。結構もう、会えた時から、上に行ってましたね。なるほどね。まあでもね、森田はサッカー選手、ね、やってきたわけですけども、どうなんですか、皆さん、サッカー始めたのっていうのはいくつぐらいですか？今はいくつぐらいですか？僕は小学校1年生です。1年生、はい、おぎゃら？僕、3歳ぐらいの時からまあボール蹴り始めた感じですね。すごいじゃん。ヒラは？え、ちょっと今の大きなやつはもう始めたことになるの？蹴り始めたの。そうじゃない？どっかに所属したらじゃないの？所属は、でも、幼稚園の頃ですね。あ、でも早いね、やっぱり。幼稚園の頃。ヒラは？これは1年から、小学校1年生から。森は？僕はでも、部活に入るって考えたら、もう小学校3年の終わり頃ですね。
高学年だったしか部活入れなかった。多分だから俺とか森田ぐらいの年だと始めるのも多分遅いよね、どっちかっていうと2年生とか3年生ぐらいだよね、サッカーね。今の子たちみたいにないっすもんね、このスクールがあったりとか、うん、幼稚園でできたりとか環境がないから、うん、だって俺が小学校の時にキャプテン翼が始まったんだよ。で、テレビでも始まってそれをやっぱり見てみんながこのサッカー部のサッカーを始めるっていう環境だったからね、うん、あ、だ今はね、こうやって多分見てる人たちも小学生とか、まあ、そのお父さんお母さんがいるとは思うんですけども、お父さんお母さんは多分俺だと同じぐらいの世代なのかなっていう感じがするけど、ね、小学校の時、だから大木原は小学校の時どんな小学生だったの？そのまんまな感じ？多分まあこのまんまってどういうあれかわかんないですけど、でまあ元気だったですね、あんま変わってないですね多分。いや、どう？こういう小学生がいたら元気ってアバウトなのかな。でも、うまかったの？小学校1年からちょっと群抜いてたの？いや、自分で言うのは恥ずかしいんですけど、うん、まあ関東の選抜みたいな、ナショナルトレセみたいなの入ってました。それ何年生？それ、小6ですね。小6だっけ？小6か小5エリートの時。エリートって言われたらなんかちょっと恥ずかしいんですけど。でもまあそんな感じです。小田は小学校の時はどんな小学生だったの？小学校の時は、僕らの小学校の時って一番大会ぐらいまでしかなかったんですよ、俺。名古屋市の緑区大会優勝が目標で、そのために頑張ってるって感じでした。なるほど。で、一応名古屋の選抜のセレクションみたいなのがあって、うん、でそれには受けに行って、で、まあ、名古屋の選抜にはなってました。そんなもんですよ。それより、ないです。いやいや、すごいですよ、それが。ね、あと、そう、そういえば、これ、今回、ツイッターで生配信してるので、みんなツイッターやってると思うので、ね、ツイッターをリツイートしてください。キラーのやるまででいいかな。やるまででいい。これもやるまででいい。森田、リツイートって知ってる？わ、おー、今ね。リツイート。よし。はい、僕しました。できません。しました。やってないから、どんなにいじくってもできないからね。飛びました。お。どうでしょうか、皆さんね、リツイートしてもらって、いろいろ人たちにね、見てもらって、これ、第1部が9000人、1万人弱ぐらいがこうライブに来てたらしいんですよ。1万人？うん、1万人弱。1万人か。え、それ、常に1万人が見てたんですか？いや、そういうのも、多分、うん、トータル。うん、トータルで。今、700人って書いてある。そう。でも、あれじゃ見てる人がライブで700人なのかもしれないよ。じゃあ、オギ携帯画面横にしてっていうコメント来てる。ああ、いや、これちょっとね、理由があるんだよね。そう、ちょっとこの背景の設定上、ちょっと縦です、なんですけど、うん、ちょっとすいません。そっちの画像しかないってことね。あるんですけど、多分携帯でやってるから、なんか切れちゃうみたいな、スポンサーさんが。切れちゃうみたいな。そう、大事なところだからね。はい、そうです。そうか、まあでもね、大丈夫かな。よし。まあ皆さんね、まあ、小学校の時は当然サッカーをやってたと思うんだけども、なんかこう、好きだった練習とか、得意だったプレーとかっていうのは、ちょっと聞いてみたいんですけども。森田はどうですか？僕は、だったね、クーバーテクニック。クーバー？うん。これを雨の日とかビデオで見てて、それをずっと反復的に練習やってたんですよ、小学校の頃から。それ好きでしたね、そういう。ちょっといいですか、大先輩なんですけど、ヘディングじゃないんかいっていう。ヘディングじゃないんかいっていう。何ヘディングは、ヘディングね。ヘディングに出るんですけど、
普通にやったけど、多分ヘディングの練習に関しては、プロ入ってからのやっぱりやな。うん。そうだね、森田は入団して、もう原さんといつもヘディングですよね。やばいっす、あれ。もうあの、その時、首のここのあたりがもう痛くて、首が上がんないの。痛んなくて。そうそうそう、原さんとすごい一生懸命やってた覚えがあるさ。クーバーのね、それでやってたんだ。はい。平は好きな練習っすか？まあ清水だもんね。清水だとこう、やっぱ環境的にはみんなサッカーでしょ、やっぱり。そうですね。やっぱりでも、ゲーム中心だったんじゃないですか？やっぱゲーム中心で。まあなんかその頃から平均的な選手ではあったから、何やってもこう、まあそこそこできるし、でも抜けてはいないみたいな。足は速かったかなと思うんで、やっぱゲームとかでって感じですかね。でも一人で練習するときなんかこう、何やってたの？例えば家で練習するとか。まあ、近くの壁当てしたり、まあ、当ててね、ボール跳ね返ってきたやつコントロールしたり、まあ、リフティングもそうですけど、でももう一人ってよりは、もうとにかく友達何人か集めて、2対2でも3対3でも、もう何でもいいからゴール作って適当に。とにかく試合みたいなゲーム形式をなんかやってたなっていうふうに思います。ずっと足速かったんですか、ちっちゃい頃から？そうだね。基本的に学年でトップ3ぐらいは入ってたね、ずっと。へぇ、速いもんね、平ね。速い。そうですね。宇賀はどうですか？引退するまで速かったです。今どうなの、平？いやもう落ちた、さすがに。もういや、ダッシュする機会がないですね。そうね。はい。分かる分かる。引退すると、草サッカーやってもダッシュはしないからね。うん、もう1年以上ダッシュしてないですもん。怖いし。危ないね。しないなるほどね。ウアはどうですか？小学校の時なんか練習は。小学校の時は、とにかくあのロングキックがめちゃくちゃ飛んだんですよ、俺。別に体でかいとかじゃなかったんですけど、ちっちゃい子だったんですけど、うん、とにかくロングキックがめちゃくちゃ飛ぶっていうのがあったんで、そういうキックの練習はすごい好きだ。ロングキック。それ、宇賀さん。それあれ、ゴールキックとか蹴らされるやつじゃないですか？ゴールキックも蹴らされるし、キーパーじゃないっていう。とりあえず、相手勝負。キックオフゴールばっかり決めてた。いるわ。だけど逆にもヘディングの練習がすごい嫌で、もう目つぶっちゃうみたいな、怖くて。だから、いまだにヘディング下手くそです。あんまり印象ないね、ヘディングしてる。だから俺、今目標としては、ヘディングで1点取るっていうのを今目標。なるほど、なるほど。ゴールね。はい。おー、なるほど。そうか。荻原はどうですか？小学校の時とか、どんな練習した？僕は、まあ、一番やっぱシュート練習とか好きだったんですけど、そのなんか理由として、あの左利きだとなんかなんて言うんだろうな、左側からシュート打つ選手がいないから、左利き少ないから、だからすごい何回も蹴れるっていう。ああ、でも吸い出るんだね、シュート練習すると。ちょっと説明が全然うまくできない。全然うまくできない。まあ、シュート練習すると、右利きの子こっち、左利きの子こっちみたいだと、そう。右利きばっかりいるから、いっぱいシュート打てたってことでしょ。はい、もう、そうそうです。そうなんだ。そういうことです。そういうことなんだね。あと、大木は、それこそ、ユニフォームちょっとこの引っ張って、ちゃんと三菱出してる、はい。そうそうそう、そうやってしゃべって。はい、いや、もう、筋トレすぎて、もう、ピッチピチで、もう、ユニフォームが。おぉ。あ、じゃあこのオフとオフというか、家でいる間、そう、たくさん時間あるんで、やっちゃいますね、すごい、筋トレ。そうね、でも今ね、子供たちは外に外出なかなかできないので、家でね、やることってなると、どっちも限られてしまうんだけど、なんか家の中でできるトレーニング的なの、おすすめあります？皆さん。なんだろうね。子供の時に筋トレってあんまやらないっていうか。なんで筋トレ進めんの？やったことない。筋トレ進めたらしい。筋トレじゃなくていいのか。筋トレじゃなくていいよ。サッカー選手なの。俺は、なんかディスクあるじゃないですか、空気入ったディスク。ん？円盤みたいなやつ。
電波みたいな。ああ、わかります。うん。あの空気が入って不安定なやつ。ああ、はい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 。あ、ディスク、ディスクね。ディスク。ディスク、そうそうそう、ディスク、はい、はい。それ、まあ、うちも小学校の子供とかいて、で、何人なしにテレビとかゲームするんじゃなくて、だったらその上座ってやれよ。ちょっとね、あ、バランスボール的なイメージでね。そうそう、そういうので、まあ、楽しみながら別のことやってるけど、ちょっと誰かのトレーニング回ってるよって感じの、うん、そうね、まあ、今の子たちも、昔ね、体幹トレーニングってなかったじゃない。ない。ね、小木なんかはもう当たり前のように小さい頃から体幹みたいなことは。いやでも僕小学校の頃ぐらいまで、まあ、体幹トレーニングってまだ流行ってなかったっていうか聞いたことなくて、うんうん、それこそ中学入ってから初めてやりましたね、うん、これどうなんだろう、年齢的には若い頃からもやった方がいいのかな。うーん、なんか僕が聞いた質問で一回聞いたことあるんだけど、うん、体幹トレーニングはどれだけあのやってもいいのって言われたんですか。うん、要は姿勢が良くなるから集中力も増すし勉強できるようになるって言ったよ。本当それ。おいや、あのね、勉強できる子は姿勢がいいんだよ。あへ、うん、あ、なんかだから俺姿勢いいのか。そう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 。で当然ほらサッカーやるにはね姿勢がいい方がいいわけじゃない、うん、でも久保くんとかもちっちゃい頃からやってたじゃないですか。なんかそう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 、うん、ね、竹内さんね、小葉さんのところで ね、 ね、うん、だからすごいいいんじゃないですか、やっぱりやる。そうだね、だからでも正確にやるっていうのは難しいから、うん、お子さんお母さんが知識入れたりとか、うん、そういうのちゃんとやってあげるのにはすごい大変だから、子供がね続けてやるって難しいと思うんですけど、うん、まあ、こうやったみたいに多分やればやるだけは良くなる。うん、まあ、この時期だからね、まあ、お父さんたちと、お父さんがちょっと研究してもらって、一緒にね、こうやってみるとかっていうのはいいかもしれないよね。うん、あ、でも、あの、水井さん、うん、なんかの映像を見て、そのまんまやらすよりも、やっぱりその子に合った負荷というか、回数とか、うんうん、ちゃんと見てあげないとね、どうにもバランス崩れてるので、ずっとやらせてる。まあ、そうだね。まあ、そうだね。方がいいです。そうだね、その辺はだからまあ親子のコミュニケーションとしていろいろこう笑いあり、ね、やらせてみる、やってみるっていうのはありかもしれないよね。うん、なるほどな。まあ、あとね、まあ、小学校の時どうだろうね、なんかこう自分が小学校の時のことって、まあ、思い出すこともあるかもしれないけど、どういうプレイヤー、選手的には森田フォワードでしょ。俺はミッドフィルダー。おお。ゲームメイクしてました。あ、そうなんだ。まあ、うまいもんね。足元。まあ、レベルが知れてますから、僕が言ったレベルは。いやいやいや。まあ、点も取ったりって感じ。ヒラはフォワード、やっぱり最初は。僕は、少年団だと、やっぱりこう、まあ、真ん中ら辺に、当時言うとトップ下みたいな、ほう、うん、まあ、真ん中にいてもう攻めるし、戻ってディフェンスもするしみたいな、うん、まあ、少年団弱かったし、もう全部、うん、もう好きなとここう行ってやってましたけど、うん、清水 FC とか選抜チームになるとやっぱサイドの方だったかな、サイドバックとか、サイドバックとか、そっちが多かったかな。やっぱ前真ん中には上手いやつがいるんだ。もっともっと上手いやつがいっぱいいるから、隅の方、隅の方に。まあ、あるあるだよね。ヒラ、あ、ヒラじゃない、うん、俺も一緒ですね、もうトップ下みたいな感じで、うん、ゲームメイクしましたよ。あ、そう、キックっていうから、もう持ったらシュート、うん、え、レッツのジュニアユース入った時は、レッツのジュニアユース入った時はそれこそヒラさんじゃないけど、うん、上手い人いっぱいいるからサイドに追いやられてた感じです。まあ、そうなんだ。で、それからはずっとサイド、はい、それからずっとサイドですね。サイドバックやったり、サイドバック。荻原は？僕は、ずっと左サイドハーフとかですかね。多分。ハーフとかやってましたね。あ、そう。めちゃめちゃどうでもよさそうな。
そうなんだ。いや、左サイドでもう、じゃあ攻撃的にはもう左サイド。そうですね、もう今日前ですね。点取りまくった感じ？点取って、だから結構アシスト多かった感じですかね。あんま覚えてないですけど。覚えてないんだ。これは、子供たちが見てるじゃないですか。水内さんの説明しないでいいですか？俺の説明？俺の説明はいらないでしょ。だって子供たちは、誰だ、この人は。GGR の人だから。GGR の人。ちっちゃい時どうだったんだみたいな、興味あるかもしれない。俺ちっちゃい時はだってもう、野球とサッカー両方やったからね。あ、そっちのタイプね。いるわ。いましたよね。そうそう、もうエースで4番バッターだったし。すげえ。もうフォワード。フォワード、ポジションフォワードですか？フォワードしかやったことない。フォワード、もうずっとじゃあ、もうずっと生涯フォワードだ。生涯フォワード。点取ることしか考えてなかった。で高校サッカーの時だって有名だったんですもんね、水内さん。いやいや、そんなことないっすよ。で、聞いてますよ。まあ、ちょっとだけね。なんでさ、皆さん見てくれてる子供たち、水内さんはすごかったんですよ。そうだ。いや、もう、だって今もう、高校なんて30年近く前だからね。そんな時代だからね。だから多分もう本当見てるお父さんお母さんと同じぐらいの感じだよね。だからもうどこ行っても大体子供たちには埼玉では GGR にとって言われるからね。ああ、でもすごいですね。それで根付いてるって。そうね。だから23年目ですから、GGR。ね、やらさせてもらって。ありがたいですけどね。さあ、ですね、そしてここでちょっとすみません、お知らせがあります。お知らせはですね、クラブからのお知らせなんですけども、浦和レッズオンラインショップということで、5月5日、今日ですね、子どもの日、そして明日5月6日の振り替え休日の2日間で、スペシャルセールを開催します。ベビーやキッズ向けの対象商品20アイテムを 30% オフの、お買い得価格で大放出です。我慢強くステイホームを続ける子どもたちへのご褒美としてレッツグッズのプレゼントはいかがでしょうか。ぜひ、お見逃しなくということで、詳しくはオフィシャルサイトやオンラインショップでご覧ください、ね、これは結構いろんなグッズがあるんですよ。出てこないのかな、さっき出てきたけど、すごいいろんなの。ドラえもんとかもあるんだよ。わ、ドラえもんすげえ。結構これ選手とかも知らないパターンがあるよね。知ってるよ、俺暇だから見てるからね。見てんだ、買ってないの？いや、買ってますよ。本当？何買ったっけな。俺、毎年誕生日の時に武藤が、オフィシャルグッズから何か一つ買ってくれるっていうのを毎年やってるんですよ。そうなんだ。最近は何もらったの？そう、だからね、毎年一つは必ず手に入れてるから。今年何？今年はね、なんかパーカーかなんか買ったな、買ってもらったな。パーカー、じゃあ結構パーカーでもね、コロナの影響でちょっとね、来てないのよ、まだ。そうなんだ、ちょっと遅れちゃった。あ、ね、なんだろうね。でもいろいろありますからね、ぜひ皆さんチェックして、もうほんと小さい子どものものからペットのものとかね、もう各世代に、共通していろんなものがあるんでね、ぜひ皆さんお買い求めください。宣伝させてください、宣伝。あ、いいよいいよ。iPhone ケースあるじゃないですか。iPhone ケースってなんか多分受注生産みたいな感じなんですよ、で俺毎年選手って、あなたはこのあなたのグッズが何個売れましたみたいなのが出てくるんですよね、明細で。ほうはいはい。で俺のこの iPhone ケースの明細のところに何個みたいに出てくるんですけど、なるほど、2個しかなかったんですよ。入れたのが買った個数が。買った人が。はい。で、これを見てくれてる人、今年は3個いきましょうって。なるほどね。これやっぱ、はい、まあ、選手によって売れ行きが全然違うわけですね。あ、そうなんですよ。だから、こう選手の中で、おい、どうだった、お前みたいな、ちょっとあるんですよ、やりとりが。ああ、そうか、そうか。そうか。これだから、世代によって当然違ってさ、俺ら J リーグ始まった頃は背番号も固定じゃなかったわけよ。1番から11番がスタメンで、キーパーは1番と16番って決まってて、だから自分のなんていうの、持ってるユニフォームっていうのがないわけよ。毎年こっちの持ちだから返さなきゃいけないし、今ほらもうキーホルダーとかさ、いろんなグッズがあるじゃん、選手の一人一人に。あれは羨ましいなと思うよね。
いいっすよね。だって自分のやっぱ、なんかこう、自分の3番号だったら、やっぱ3がこう、自分の番号なんで。そうそうそう。で、平野って、だってもう十何年ずっとあって、あるでしょ、ずっとそうやるの、そういうの。そうですね、もう、毎年、まあ、もう自分の元に残ってないですけど、あ、ありましたね。17年分。ねえ、だキーホルダーとかさ、どこそこの iPhone ケースじゃないけど、そういうのも毎年毎年出るわけでしょ。まあ、それこそウガじゃないけど、多分売れ残ったやつはいっぱい来ましたね。売れないから。おぎゃーはどうなの、売れてるの。いや、でも去年の明細見てないっていうか、届かなくてないんですけど、多分ウガさんよりか売れてると思います。おいおいおい、本当。おい、やめろ、中田は間違ってる。そうか。でもなんかほら、毎年ユニフォームも変わるじゃない、今年も変わって。ねえ、ちょっともう一回見してよ、ユニフォーム。ねえ、前に三菱重工が入って、後ろに後ろね。後ろがねえ、ポラスと、島中と、ねえ、宇賀神って書いてある。はい。ねえ。あとあの、足は何だっけ、おぎゃは足の方は、あ、足任せてください。はい、ね、DHL が入って DHL さん、はい、うん、で、これ毎年ユニフォームが変わるから毎年選手はもらえるんでしょ。もらえますよ、ね、そうですね。うん、それいいな。なんか、ウガユニフォーム、いい、うん、ウガユニフォームもうちょっとタイトに着てたイメージあるんだけど、なんか今年ちょっとゆったりめにしたの。いや、多分サイズ変わってないっすよ。変わってない？多分、はい。あ、もう、うん、もうちょっとタイトに着てたイメージあるんだけど、おぎほどとは言わんけど。あ、おっきくなってる。ちょっと大きいよね。XL になってる。L で着てたのか。え？そう、ずいぶん大きくなったね。うん。なんかちょっとよく分かる。がそのサイズ着てんの。キラさんも気づいたってすごい嬉しいな。うん、てか公式戦、公式戦で着てないってことだよね、だからね。着てないです。はい。今年2試合まだね。はい。でもそしたら全部 XL なのこれ。XL の、なんでだろう、はい、ちょっと、大きくなってましたね。本当だ。荻原はそれはいくつのサイズ。これ、M です。いや、宇賀さんより俺身長でかいのに M っていう。それって自分たちで頼むのサイズは。あ、そうです。着るよね。はい、そうです。そうか、大きめがいいとか小さめがいいとか言って、ちょっと体ごつく見せたいんで、ちょっと M サイズで今年は。そうなんだ。でも今年の黒のユニフォームはもう話題じゃないですか。あ、かっこいいね。もう売り切れ続出なんですよね。あ、そうなんだ。全然買えないって。おお、ヒラはそれコーチの写真なの。これはね、コーチの写真じゃない、コーチのやつ。これはね、あれ移動着用ですね。選手も多分コーチも一緒かな。うん、一緒です。森田はハートフルの。そうです。はい、今年バージョンの。あ、今年バージョンがあるんだ。はい、グランドで。え、それ変わってます毎年。確かに。俺ハートフルか。ねえ、横入ってるよ。そうそう、微妙に変わってんだよね、ちゃんとね。微妙に変わってますね。変わらないのはね、あの OB のユニフォームだけ。OB のユニフォーム全然変わらない。でもいいよね。まあでもね、やっぱパートナーさんたちがね、支えてくれてるわけですから。はい、もうお世話になっております。ね。あとね、まあちょっとなかなかこうリーグ戦というかね、再開まではいかないけどもね、こうやって子供たちとかね、サポーターの方で、ね、見てるわけですけども、ちょっとね、昔と今との話で、ね、あれなんですけども、荻原が生まれたのは何年なの。1999年です。おっと、ほら、森田入団の年です。そういうことだよね。はい、で、森田が2001年まで浦和レッズ。はい。まあでも2001年に関しては、うん、他のチームでレンタル主義してたので。ああ、そっかそっか。で、平が入ってきたのは2002年。2002年ですね。じゃあそこは入れ違いなんだね。はい。で、その頃2000年ぐらいっていうのは、宇賀は何やってたの？2000年？うん。
2000年って、うん、降格した2000年はそう J2 の年ですね、うん、そうそうそう2000年にジュニアエースに入団したんで、うん、でトップチームの選手たちだ大原で練習してたんです俺あそうトップチームの選手たちがすごいこうなんか身近にいて、うん、それこそあの1年間一緒にやったペトロビッチゼリコ・ペトロビッチとか、うんうん、ヤギとか、うん、ですごいなんかサインもらっちゃダメだよとか言われてたのにもらいに行ったりとかそうしてましたね。シンジさんもいたし、なんかケイタさんが新人でいたりとかして、ああそうだね。2000年だったらそうだね。うん、じゃあ宇賀さんその頃さ憧れてたレッズの選手は誰なの？憧れてたか。あんまレッズの試合見てなかった。憧れろよ。あんま憧れてたことなかったです。そっか、まあ J2 だったしな。でもシンジさんのサインは2時間並んでもらえたの。うんあーそうなんだあの大原の柵をぐわーってこう回ってもう一周しちゃうんじゃないかぐらい並んでてうんでそれ清水さんの2時間並んでもらったの覚えてますあそうなんだ他の選手はもらったことないのあとは啓太さんのももらったんですけど、うん、啓太さんなんて知らないじゃないですかそれは1年目だからうん、うん、で啓太さんがバーって帰るときに車で出てきてあ誰だこいつ知らねえやって言って、いらないって言ったら、おばちゃんに、この選手はすごい選手になるからもらいなさいって言われて、うん、いらねえのになって言って、いやいやもらったの、すごく。いやいやもらったの。まあそこからね、もう、はい、ケイタグやってきたわけだから。そうなんですよ、これもすごい。価値分かったじゃん。エピソードなんですよ。え、荻原はどうなのジュニアユース、ジュニアもなまだなかった。ジュニアスからでしょ、レッツは。ジュニアス、はい、ジュニアスからです。どうなの憧れの選手とかは。あ、でもち、田中達也選手とかすごい個人的に好きで、うん、あの、うん、個人チャントとかもすごい好きなんですよ。あ、歌ね、歌、はい。それこそ、あれ、今筋トレやってる時にたまに聴いたりします、うん。モチベーション上げるのに。あ、達也のちゃんとあ、じゃあ、3、2、1、どうぞ。いや、恥ずかしいな。どうぞ。恥ずかしいです。どうぞ。振りがすごい。お願いします。試してください。あのね、長澤がそうさっき言ってたんだけど、なんか荻原、持ちネタが増えてますよって言ってましたよ。あ、見たいな。それ何情報ですか。全然俺あの長澤がさっきあの言っといてくださいって言ってたんで。新ネタ見たい。新ネタ。新ネタやるか。これはひどいな。困ったもんな。新ネタやるか、達也さんのちゃんと歌うか。そうだね。さんのものまです、うん。え、新ネタっすか。新ネタっすか。新ネタ。やべえ、なんもないっす。いいよ、だから達也の歌歌ってよ、ちゃんと。新ネタっていうかいなくなったいなくなったぞおいどこ行った本番中だぞ、うん、やっぱりこれかなみんな見たいのは違うかな何メガネこれ何なんですか大月さん大月さん監督いや、殺されるヒラどうですかヒラいや、監督見てないことを祈りますよ。それ死んでたのね。なるほど。あ、見てますよ、監督。これね、オギ。やばいやばい。うん、これか。もう一回やって、もう一回やって。広げるな。広げるな。もう一回やって。もう一回、もう一回やっちゃってよ。似てる似てる。雰囲気あるね。監督の、だから、監督と同じメガネを、黒縁のやつを買わなきゃダメだよ、それは。似てる。そうですね。うん、遠目の方がいいかな、なんかやっぱ。あ、これいいじゃん、これいいじゃん。もう一回ちょっと、さっきのベンチのシーンで、出るかな。うん。似てる。あ、いいね、いいね、いいね。似てる。いいね。ね、これも監督から、監督見てますね、これね。オギあれね、あのコロナ再開したら荻原レンタル席とかやめてくれやめてくれやめてくれ勘弁してくださいモノマネしたからっつってなるほどな、で歌は
歌ちゃんか、うん、あ、じゃあ平川のちゃんとでいいよ。すいません、平川さんの分かんないっす。なんだったら俺も分かんないからね。すいません、平川さん。はい、あ、平川どうなの、どうだったっけ。俺多分ね、平川っていうなんだけど、もう、うん、ほんと数回しか歌ってもらってないんで。知ってる人の聞いたことないランキング1位に宇賀神平川じゃないですか。なんか前サポーターの人たちが言ってたんだけど、なんかサイドの選手とかだと歌うタイミングが結構難しいんだって。なんかこうフォワードとかだとなんかシュート打った後とかこう声かけやすいんだけど、なんかサイドの選手ってずっと忙しい感じだから歌うタイミングがないって、なんか聞いたことある。納得いかない。納得いかない。そうだね、それはそうだよね。歌ってもらいたいもんね。森田はどんなちゃんとだったの？なんだっけ、グローリーグローリー森田。なんかあった気がするな。グローリーグローリー森田。グローリーグローリー森田。なんかすごい。ハンバーグの宣伝みたいな感じだった。え？アイディハンバーグ。ああ。はいはい、ふれほほほ、あれあれあれ、モリタみたいな感じ。いや、もう全然、なんだろう。でも、まあ当時のサポートの人たちは絶対分かってるからね。はい。面白い。なるほどね。で、タセさんちゃんとは？あ、まだ来た。あ、もう今は、ま、分かってなかった。お前、歌わないよね。ああ、面白い。まあでもね、そうやって、いや、なんか中学校からまあレッツのこう下部組織でまあトップ上がって、で今のね、下部組織の子たちは、こうやってトップに上がることを夢見て、人やってるしね。ね、だって森だって、ハラルトフの子たちだって、やっぱりトップチームでやりたいって子たちもいるわけでしょ？めちゃくちゃいます。まあ、保護者の方もね、大好きだしね。そうだよね。あれなんだよね、橋岡がハートフルでやってたんですね。そう、ハートフルからこう、レッツのジネース入ってって感じなんだけど、荻原はハートフルクラブは参加したことない？入ってない。入ってなかったです。うん。それは何？入らなかったの？避けてたの？どっちなんだ？いや、避けてるわけじゃないですけど、地域的な問題もあるし、僕、川越だったんで、まあ、ちょっと遠いし、なるほどね。はい、まあでも、ね、今の子供たちに対しては、森田とかね、まあ、ハートフルのコーチたちが、もう埼玉県中、埼玉市中、こう回って、サッカーをね、サッカーを通じてね、いろんな大事なことを教えてるわけだもんね。このやりを、はい、初見があること、楽しむことだなと。思いやりを持つことってのも大事。うちのスクールの理念と一緒だな。どっかで聞いたな。犬は元気なの？あ、犬丸も元気ですよ。はい、うちも犬丸コーチっていうコーチがハートフルでちょっと働いたことあった。ああ、そうなんだ。はい、そういうのも学びつつ、今うちのスクールでやってくれてます。ああ、いいですね。あとね、そう、せっかくで大変ですけども、家でできることに限られてますけど、せっかくなんでね、ラーメン大好きな森田さん、はい、家でできるラーメン、美味しいラーメンってどんなのがあります？パパッとできるな。なんだろう、最近本当、技術が発達し、パッキングとか冷凍の麺とかで、ね、美味しく食べれちゃうんで、うんうん、だから有名なお店のラーメンをもうそのまま注文して、家に持ってきてもらったり、お持ち帰りで、もうスープごと、スープも麺も持って帰ってきて、家で食べてますね、僕は。へぇ、そんな、テイクアウトかじゃん。テイクアウト、そうですね。まあ、熱いままじゃなくて、スープも冷凍状態だったりとか、はい、そういう状態で持って帰ってきて、あとまあ、具材も変えたり、その場で変えたり、まあ、自分で作ったりもできるので、アレンジをしながら、やっぱね、お店の味にかなうものはないですからね。そうなんだ。はい、レッツに来てからはやってないですか、ラーメンのイベントみたいな、コラボで。ね、パンタンでさ、
一回半分じゃないときに、あの、裏の方でひっそりとあのジャージャー麺を出してたんだよね。おー。コール選手はでも食べてくれたって言ってて。あうん、で毎年やった方がいいですよね。いやもう、そう、もう需要があるならもうどれだけでも俺はやらせていただきたい。いやもう試合の日に南広場でやればいいんじゃないの。そうです、そんなあの、ね、話もあったんですけど、まあこの状況でまあ延期になったので。そっかそっか。できれば僕もそこは、うん、サッカーよりもね、サッカーも指導もそうだけど、そっちも僕のそうだよ、一番話してて生き生きしてるからね、ラーメンの話が一番声腫れてますもん。そうだね、なんかあと、荻原もこの自粛中のあれで料理を始めたっていう話ですけど。あ、まあ、そうですね、料理始めました。でもそんな難しいものは作れないですけど。うん、どんな料理作ってる。とりあえず、もうとりあえずカレーっすよ、ね、カレーたくさん野菜入れて、煮込んでなんですけど、うん、カレーが一番得意かな。得意っていうか、まあいつも作ってます。あれもう一回作ったらもう何日も。そうね、食べれるんで。ね、はい、うん、そうですね。なるほどね。ヒラは料理とかするの？結婚してからはしてないですね、ほとんど。あの、大学の頃とか一人暮らしの時はもちろんしてましたけど、うんうん、まあ結婚してからは。そう、でも奥さんの方が断然うまいし、うん、こうもう出る幕がないですよね。ただお手伝いはしますよ、洗い物したり、うん、あのそういったサポートをできることをやってます。うん、一緒一緒、ね、してそう、めちゃくちゃしてそう、平さんめちゃくちゃ、めちゃくちゃめちゃくちゃ、あの、なんていうの、もう自然にやってそう。やるよとか、俺やったぞ、出さないで自然にやってそう、うん。でもそれはあの夫婦円満の秘訣だよね、ヒラね。そうですね、あの、ね、本当に手伝えるものはすべてこう、うん、あの奥さんがね、何をやらなきゃいけないってことはないから、もう自分でやれること探して、うん、洗濯物やったり干したり取り込んだり、うん、もう何でも、あの今家にいる時間長いんで、うん、そういうの探しながら、うん、あ、こういうことを手伝えるかもっていうのを探しながらこう生活してますね。うん、素晴らしい。いいね。ちょっとメモ取りますわ。すごい。ちゃんと取ってやるもん。そうだよ。何、結婚の予定はあんの？いや、まだす、ちょっとシェアに入れられてないですね。これからなんですけど。とりあえず今メモしたんで。彼女いるんですか？あ、彼女いるんですか？そういうの。そういうのはやめましょう、宇賀さん。いや、そういうのはやめましょう。否定しないって。やめた方がいいのね。分かった。はい。ごめんね。否定もしないっていう感じですけどもね。森田はお家では、お家でラーメン作ったりしてるの？家族に。ラーメンはそんな、だから、それこそお店の方が美味しいんで、それを食べたりとかやりますけど、ただ今、うん、ね、家にずっといるし、で、嫁さんの方があの仕事で出ることが多くて、今、子供がだから2人とも小学校3年生と6年生で家にずっといるんで、うん、で3食全部僕作ってるって感じで。手荒れがすごい。手荒れが。まあね、だから今日は子供の日ではありますけども、だからお父さんがね、料理をしたりとかあるのか分かんないけども、なんかね、ちょっと今までと違う子供の日だからね、今回ばっかりは。うん、ねえ。まあ家族ででもいる時間が多いから、どうだろうね、ヒラなんかもそうだけど、子供ね、いて、家でどんなことしてんの？もう、午前中は基本、宿題ですね、宿題。学校から出されてるやつが大量にあるんで、うん、午前中はもう勉強って決めて、うん、で、終わり次第、まあ子供たちの好きな時間になりますけど、まあまあ、勉強終わると、まあ、ゲームやったり、まあいろんな自由な時間過ごしてますけど、午前中は必ず勉強っていうのはやってますね。まあね、でもこういう、まあ今日はたまたま子供の日ではあるけども、今こういう状態がずっと続いてるからね、子供たちもね、なんかこう、なんか楽しみたいっていうふうに思ってるからね。ね、であとね、このさっきもちょっと一部で言ったんだけど、まあ、リフティングなんかをね、じゃあ家の中でやれるかって言っても、小野伸二チャレンジ難しくてできないじゃないかって、
家の中じゃなくてもできないのでね。そうそうそう。ねえ。やっぱね、家の中で、まあ、どう過ごすかっていうのはね、まあ、なんかアイディア一つなのかもしれないけど、ちょっとね、あの長い期間続くから、まあ、これからもまだ続くからね。あのね、森なんかも、ね、ハートフルも当然、まだまだ先まで、ね、できないわけだから、はい、ね、なんかいろいろコメント出してたじゃない、はい、子供たちに。はい、今、そうですね、あのハートフルの講師たちがリレー方式でコラムで書かせていただいて、ちょうど今日僕、はい、今日の番で、はい、出させてもらったので、ぜひハートフルクラブ、掲示板見ていただければ。うん、ねえ、とてもいいこと言ってましたよ。うん。あえてここでは言わなくていいのかな。見ていただくっていうのが大事。そうね。うん。まあ、ということで、ね、なんか、皆さん言いたいことありますか？言いたいこと？だってほら、なかなか会って会うこともないじゃない。ちょっとこう、お互いでもし言いたいことあったり、聞きたいことあったら。聞きたいことか、うん、平さん、家で怒ったりするんですか？あ、子供に？奥さんに？子供に奥さんに怒られることはあるけど、奥さんに怒ることないですね。一緒だ。奥さんに怒ることない、子供にも怒ることないですか？子供もね、俺が怒りそうな前に感づいて、あの、気をつけてる。へ、じゃあもうめちゃくちゃ怒ったことあるってことですね。あるある。もう、ぶち切れたこともあるし。これちょっとまだ娘にちょっと怒れないですよね。ウガドいくつだっけ？うちは3歳です。ああ、3歳やね。まあ、そんなに、ね、怒れないんで。まあでもね、まあ、こうやって子供の日で、こうやって見てる方たちね、家でこうやって見てくれてると思うので、あの、まあ、家族、仲良くね。過ごしてもらえればと思いますけども ね、 では、うん、ちょっともう時間になってしまうので、最後ね、一言ずつ感想と、あと見てくれてる子供たち、ね、あとお父さんお母さんにメッセージの方もお願いしたいんですけども、じゃあ日高校舎の方に行きます。はい、まあ、今日こういう時間作れて、まあ、こっちからはなんかこう子供たちの顔見えなかったけど、もしかしたらこう楽しく見てくれてるんじゃないかなっていうのを想像しながら、あの、このトークできたんで、また今度はね、そういう子供たちの顔を見れたら一番嬉しいなと思いますけど、あの、今日ぜひね、あの、見て楽しんでもらえたらよかったと思います。また会える時を楽しんでます。楽しみにします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次、森田。はい、まあ、今回こうやってね、明治の選手の方たちと話せる機会も僕あんまりないんで、僕も楽しんでやらせていただきました。で、まあ、見てるみんなもそうだけど、浦和レッズをね、こう家でもね、すごい感じてもらえるように、いろいろ案を出して、なんかいろいろこれからもやっていきたいなと思うし、僕もなんか自分でできることだったら、どんどん、なんか、まあ、ラーメンの話題だったり、なんでもいいみたいなと思います。まあ、今はね、我慢の時期ですけど、家でいっぱい浦和レッズを感じて楽しんでいただければと思います。でも終わった時にね、グラウンドで、もしくはスタジアムで会えることを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。続いて、じゃあ荻原選手。直接会って、話すことができなくてすごい残念ではありますけど、あの、このような画面を通じて、あの、皆様と関われて、あの、良かったと思います。で、まあ、このような状況で自粛中ですけど、あの、とにかく家族の時間を大切に、してください。はい、ありがとうございます。最後、宇賀神選手お願いします。そうですね、あの、皆さん言ったんですけど、やっぱりこう皆さんの顔を見ながら話すことができなくて、まあ、楽しんでもらえたかなっていうのはすごいどうかなと思うんですけど、僕たち自身がすごい楽しかったので楽しんでもらえたかなと思ってます。まあ、本当に外に出る機会だったりとか、 J リーグがこうやって今ない状況で、浦和レッズファンの皆さんは本当にストレスがたまる状態だと思うんですけど、まあ、この今みんな我慢している状況っていうのを再開した時にスタジアムで爆発できるようにしっかりと準備しておいてもらいたいなと。で、そのために浦和レッズを身近に感じてもらうためには、こういう活動すごい大切だと思うので、
まあ、特に僕とか荻野のね、現役の選手に対して、もっと声出してほしいよとか、要望があれば、今 SNS っていうのがあるので、ぜひ Twitter とかインスタにね、もっと声出してくださいとか、いろんなのも一緒になって形を作っていければいいなと思ってます。今日のこういう機会もすごい楽しかったので、ぜひまた再開するまでに時間があると思うので、こういう機会で会えればいいかなと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆さん本当にね、今日はありがとうございました。この第2部の模様もですね、この後 YouTube チャンネルにもアップされるということなので、ぜひご覧ください。そして、あともう一つ、最後に5月8日、母の日の告知ということで、こちらですね、選手とレッツママに心の感謝を伝えようということで、これ、牧野選手が、レックスクアインのね、ママたちと、選ばれたママたちと、話をするらしいですよ。どんな話をするんですかね。みんなママなんですよね。そうだね。すごいな。ねえ。これを、5月の8日ですか。ね、やりますので、ぜひ皆さんこちらの方も覗いてみてください。だということで、ね、大変な日が続いておりますけども、浦和レッズもね、頑張りますので、ステイホームで明るく元気にいきましょう。そして、J リーグ大会後には、ぜひスタジアムで会いましょう。では、最後、みんなで We are レッズでいくからね。いきますよ。いきますよ。せーの。We are レッズ。元気ねー。手がこう。ありがとうございました。